3年前の豪雨で浸水被害を受けた大牟田市で水害対策ポンプの起工式が行われました。起工式で大牟田市の関義孝市長は排水対策を実施し災害に強いまちづくりを目指していくと決意を語りました。3年前大牟田市では豪雨による大規模な浸水が起き、当時稼働していた災害ポンプが浸水してしまい排水機能が停止しました。今回新設される災害ポンプは今よりもおよそ 2.5 メートル高くなった地点まで浸水対策が可能です。令和2年7月豪雨の雨、同程度の雨が降った場合においてもですね、施設が止まることなく、まあ、市民の皆様にはですね、より安心してですね、生活いただけるような。新しいポンプが安全に稼働するまで古いポンプと併用するということです。